はい、じゃあ、お時間になったし、遅刻の連絡もないので今日は6人で、ランバトやりたいと思います。よろしくお願いします。ルールはいつも通りですね、2先の、ダブルイルミネーションのトーナメントなので1回負けても次の、ルーザーズトーナメントに行きますよというやつですね。はい、で6人トーナメントなんで、シードが2人ですね。シードはリネさんとつくもさんなので、あ、立川三大貴族の上位2名が、立川三大貴族の上位2名です。お分かりいただけますがシードとなっております。そうですよ。はい、で、今、ウィルのアカウントでポストしているんですけども、そっちの、YouTube のアカウントですねから、トーナメント表飛べるんで、まあ、それでいつでも確認できるようにはしておりますのでよろしくお願いします。どれだっけ、これだ。よし、じゃあというわけで、まず早速やっていきましょう。まず上から行くんで、俺と玉露さんで第一試合。最初はグー、ジャンケン、こいつが8。夏の強さは何を支えているかと言いますと、いやー、お盆休み始まりましたね。本当に暑い暑い。さあ、ワンピー側は、どっちがワンピー側だっけ、渋地さんか。渋地さんが、ワンピー側で QB、玉露さんが 2P 側でレイレイですね。さあ、始めていきましょう。あ、レイレイ QB。基本的にはね、こう、旋風部で、QB を寄せ付けない感じの立ち回りをしたいですね。そう、旋風部を出ちゃうと QB って、まあ、ほぼ咎める手段がないキャラなんで。てか、ほぼ咎める手段がないのが普通なんですけど、ビシャモンとザベルだけは本当にね、出てからも咎められるっていう。まあ、それはさておき。おっと、CR 当たって。なんとって奥ラスゲナンは、しゃがみジャッケーで割る。まずはチェーンコンボで取って、天雷派の感、あ、じゃあ、旋風部の完成は QB のしゃがみが低い。チューピーチューピー。よし。しゃがんで、高めのね、空中攻撃を透かす感じですね。レイレイは、基本的には空中で処理したいんで、一回捕まっちゃうとね、大変なことになるんで。だが、これはレイレイが先に取りましたね。これは、おっとさ、だが、中下難が激しい。落ち着いて。さあ、しっかり、イージー。さあ、レイレイとしてはね、最終的には、キュービーに対して地上で受けたところにずらしを含めたね、タイミングずらしが最大コンボをね、叩き込める展開に持っていけるといいんですけども、昨日ね、ひさしがフラッと金ビルにやってきてね、そういう感じでね、参拝さんに気絶暗記コンボやってましたね。さあ、立ち着系から触って、あ、1試合先取したのはしぶっちさんのキュービー。まあ、今日ね、あれかな、津田沼 S ではバーベキューやってるし、府中でスト6イベントやってるし、なんかいろいろイベントは重なってるのかな、今日は。そう、なんでね、まあそのうちのね、一つとして、まあ、ウィルやってるんで、あと RTA in Japan とかね、見てる方もいらっしゃるでしょうし。さあ、そんなこと言ってる間に、ダウン取って。さあ、ホーミング、裏回れ。さあ、ホーミングダッシュもね、基本的には相手の方向に、自動でね、追尾してくれるんで、名前の通り。便利なんですけれども、発動のね、瞬間によっては結構ね、あらぬ方向に行ってしまうんで、制御が結構難しい。おー、しゃがみキューピーダイク、しっかり中段、中段。しゃがみキューピーは、ジャンプで避けて。さあ、空対空。さあ、レイレイのね、空対空。基本的にキュービーに競り勝てるんですけれども、キュービーがそれに対してね、早出しでやると落とされてしまうんで、ホーミングを使って無理やりね、早出しで触りに行くっていう選択肢もあり。さあ、しゃがみ中継。だがここはチェーン天雷。噴動は当たらないんですけれども、まあまあダメージ。あ、噴動じゃない、鉄球ですね、すいません。
あー怖い、爆弾射撃ダークホース。さあジャンプ強 P をダークホースを制御しながらやって解除、シアル当たってタッシュ P 落とす中断。さあ CR がミスになってしまったが、弱弱中中ちょっとずつダメージ取っていく。おっと、あーこれはキュービーね、ジャンプ中 P からの空中チェーン非常に選択肢難しいですね。下に強い技がその後残ってないんで、さあここはホーバーで避けてから最後下段、勝ったのはしぶっちさんのキュービー。はい、じゃあ次グラタン剣。はい、はい、で次の試合が、グラタンガロン対剣ガロンの、ガロンの同キャラですね。ガロン同キャラってどっち有利なんですか？やっぱガロンですかね。4対4でガロン有利か。そうか。さあ 1P の、ノーマルからグラタン、 2P のハイロー方が、ケンガロンですね。さあまず ESP 5回しっかり決めて、この白ゲージの減り見てくださいよ。終わりですよ、終わり、この世の終わり。あ、この世の終わりです。さあ中段を通ってしっかり地上のチェーンをつないでダウンを取る。さあずらしのビーストから ES クライム取らない。あ、なんか今ガロン後ろ向いてませんでした？バグですか？ちょっと登録してるんじゃないですか。ちょっとガロンのね、このゲーム1フレーム振り向きかかるんで。あ、振り向きフレームあるんだちゃんと。へえ。上からなんかジャンプして後ろから殴るときに、防御するときにちゃんと逆方向にガード入れないとガードできないっていう。存在するんだ、めんどくさ。さあなんとか行ってるうちに、お互いコウモリ1本ずつで体力リードはわずかに剣ガロンじゃないや、グランガロン。さあこれは中足 ES ビスト多分上入れっぱしてたんでしょう。さあ岬の1周目、まずはグラタンガロン。あれ、これエゴさんじゃない？あ、エゴさんが見てますね。エゴさんが見てるよ。あのエゴさんが見てます。さあこの間の火曜日、立川わからせバトルで剣ガロンさんと死闘を繰り広げたエゴレリーさんですね。さあ2試合目、画面合わせ生じているが、ここで一旦離す。しゃがまれていく、突っ込んでいく。さあここはうまいぞ、しっかり中段からチェーンモーメントダメージを取っていく。ジャンプ中からダヤシ。さあまたしてもチェーンモーメントうますぎる。さあここで攻守入れ替わって ES に入らなかったが、さあダメージを取っていく。このゲームもしっかりと根性値とかが、あるので、先にコウモリ取られてる側はそこまでダメージが伸びづらいんですが、さあこの白ゲージを回復される前に触って倒しきりたいが、さあわずかに回復。さあチェーンからダウンを取って、これでコウモリ一本通し。さあしかし体力リードはグラタンガロン、イエスビスをちょっとずらしたが、ここで表裏タックモーメント、最後はずらしていく。グラタンガロンの勝利ですね。てんてんてん。じゃあ次俺とリネさんっすね。さあ次はリネシン VS 渋地さん。フェリシアキュービーはね、そのフェリシア、まあもちろんちょっとあれなんですけども、3強の中では多分一番いけるんじゃないですかね。サスカチーザベルがかなりきついんで、まあ、その中だとまあフェリシアキュービーはまあ比較的マシな方なんで、まああれですね、リネシンのねパワーも相まってかなりね、キュービー側としても全然ね油断できないというか、まあ普通に瞬殺される可能性もある。柔らかいんでね。さあダッシュジャック P。 さあこれですね、フェリシアは
あの、まあ、キュービンがね姿勢が低いんで生のねあのダッシュ中 P 中央でやっちゃうといろいろね使っちゃったりするんですけれども、まあ、ちょっと距離離したりとか画面端だったりするような状況で遅らせダッシュ P やるとフルコンボになっちゃいます。ガードキャンセル、しっかり中段を AG しているので下段が届かない。あれをね、トガメルにはね、やっぱりあの中段中段みたいなことをやんなきゃいけないんですけれども、中段中段に対してアドバーしゃがみ中 P で割り込めるんで、中段遅らせ中段みたいな感じであの混ぜていかなきゃいけないっていうね、非常に難しい。最後は上り空対空、1試合選手は、ギネシンのフェリシア。はい、フェリシアに対してね、あの正面から行くとかなりしんどいんで、キュービー側は基本的に待ち気味で空中で待って空が反撃とかそこら辺をね使い分けていきたいところ、こんな感じですね。あのホバーで待つと基本的にあのフェリシアのねジャンプが届かない距離でホバーで待つとうまいことできて、でそれに対してフェリシアがね空中であの攻撃をガードさせてくるようだったら空が反撃をするみたいなのがセオリーです。あー中段だからキュービーのアドバンシングガードは、まあ、しゃがみジャッキーシロでやるとねフェリシアの中段に当たらないんで、フェリシアとしては中段がずらし兼高速中段という形で機能します。しゃがみ中継指導 AG とかができると変わってくるんですけれども、ただちょっとね発生が遅いんでキュービーのしゃがみ中継は、あここはちょっとタイミングずらしてホーミングしっかりヒットしてしゃがみ中 P 割っている、下段足払いが長い、いいセットアイタッチ、ネズミの部分まで判定がありますと。勝ったのはギネシンのフェリシア。次が、僕とつくまさんかな。はい、つくも様ですよ、様をつけなさい。いやいや、第一期の結果がありますから。はい、というわけで、ウィーナーズトーナメント準決勝は、さっき勝ったグラッタンダロン対、シードのつくもレイですね。さあ今日は、まあ、人数が少ないのもあってガロンが2人、レイレイが2人と、キャラがちょっと被っておりますので、まあ、この組み合わせ多分何回か見ると思うんですが、さあグラッタンガロン対つくもレイレイ、さあジャンプ中中からしっかり天雷つないで一気に体力削る、この破壊力ですね、レイレイの。さあしゃがれ体育使ってワンコンボ画面端、扇風部が空中ガードでしのいで、さあ位置を入れ替えて画面端小セットが、さあ体育しっかり天雷、さあずらしの空中ビーストは当たらず、さあ残り体力わずかで削りに行く、あの辺境機マジで強いですね。さあコンプリート、さあまず2先の1周目はつくもレイレイが取っていく。だからこの間の、立川わからせバトルのガロンレイレイの10先の時もそうだったんですけど、レイレイ側のあのやっぱ対空が上手いと非常にガロン側がきつそうですね。対空がいちいちダウンになってしまうのが多いので、だから多分あれレイレイ側がすごい頑張ってるんだろうなと思いました。つくもくんがうんうんって言ってる、頑張ってんだぞこっちはっつって。さあこれですね、大型対空しっかりとダウンを取ってそこからの大き攻め、さあ今度はしのいでいく、さあビーストビースト、さあビーストからさあ3大 P 最空取って、あさあ遠距離台になってしまった。ここで下段が通ってダッシュで近づいていく、一度2択の大型が当たる、裏回りはしっかりガードうまいですね。さあ負けじとガロン側も対空しっかり取っていく、通常技対空ですね、ワンボタンで対空できるのは非常にうまいんですが、さあ変距離、うわー選手対空が強すぎる。さあ中段が通って体育ごっそり持ってかれたが、これでコウモリ一本同士、さあお互いゲージはある、さあ出ない、
さあ ES 変形機かぶせて天雷残らない、勝ったのはつくもりで、じゃあ、ウィナーズファイナルから先行きましょうか。リネつくもで行きましょう。はい、いやーちょっと下手くそでしたね今。空中置きの変形機はまあそうですね、まああのレイレイ側のそのいろんなセンスが出る部分ですね、空中の ES 変形機は。例えばその1ラン1試合目僕が取られたやつは、あれはあの AG 潰しのあの月本さんが、まあ、こいつ対空 AG するんでしょっていうのを、まあ、読んでやってますね。まあ、昨日久しも同じような感じでいろいろ撮ってましたね。まあ、ガロンは多分そのレイレイ側のね天雷波を出されちゃうと、まあもうどうしようもなくなっちゃうんで、まあその前に倒しきっちゃうのが一番いい感じですね。まあ中央はガードしたら普通にノーゲージで反撃できるんですけども、端になると、ふんどうをね、アドバしてドラゴンキャノンか、あるいは新、衝撃波に対して ES ガードキャンセルかっていうどっちかになるんですけどね。あっという間にチェーン店内、鉄球は当たらないけれども、いい選挙機削り、さあ空卓競り勝ってずらし気味のタッシュ系ジャンプされてても OK のやつ、さあ表裏分からない当たり方になった、ダッシュで追いかけていくがうまい、空鉄差し出し先出し中暗記を置いておく、さあここでは肘下ろしがねレイレイ基本的にはできないキャラなんできちんとガードしましたね。しゃがみ強系タイプ発生が遅いんで引きずり下ろしではね使えないですね基本的に。さあここは低空で取ってチェーンコンボになるが最後は上り強系、一試合選手したのはつくもレイレイ、いやつくも様中段、まあ、ちょっと今の距離怪しいですけど基本的に上り中段になるんで、ひさしとかはあれフィニッシュムーブで使いますね、最速の中段です、ただし確定反撃。おう、さあ今度は端に追い詰めてコンボで最後ジャッキャットスパイクで削り切る、トイヤッチなんとかジャンプでかわしてこれは美味しい、ローリングに対して反撃入れてチェンコンボ置き攻めキャンセル天台派で下段中段と、さあタッチ強系でしっかり引きずるらしい、これは猫ガードですね。あーもう一回発動、あれに対してね、そう、レインキャン技で、ペチ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 やんなきゃいけないんですけれども、まあ、レイレイはちょっとね、あんまり、密度が、ちょっとそういうのないんで。で、あれ、キャンスを、チェーンコンボでキャンセル天台やっても、猫ガード中結局ガードされちゃうんですよ。天台派が。そうですね、そう。上にもある程度判定がある下段があったら、それを、当てちゃうとガードできないんで。いいんですけれども、まあ例年の下段ね全部下の方にしか判定ないんでまあ無理っすね。あーしゃがみジャックピーで割って、さあしゃがみ中ピー、やはり例年は低空ダッシュ、まあその崩しとしてはかなり速い方であるんですけれども、でね暴れには負ける程度のミスルなんで、さあレバー入れ中ピー足払い、足場でしゃがみ強 P ですね、レイレイはこれですね、あれをどうやってとがめるかっていうところはあります。でもあれは別になんかそのですね、露骨にリフレーム取ってない限りは QB ですら割られちゃうんで、しゃがみ中 P に対して
押し置きしたい。チェーン展開 G レートガードキャンセルで切り返して、さあ裏表とダッシュで翻弄していく。追い打ちで一旦白ゲージを回復、扇風部引っ掛けて透かし追いすから、あーっと重なってなかった。さあギリ削り圏内じゃなさそうだけれども、どうなる。さあしっかり白ゲージ回復した。偉すぎる。こうですね。だからこうなったりするんでね、判断が難しすぎます、あまりにも。これはさあ重ねが難しいです。勝ったのはリネシンのフェリシア。レイレイね、移動機読みさえすれば気づき攻めできるんですけれども、フェリシアが遅い代わりに移動距離長いんで、空中ダッシュの速度が足りなかったですね。いや本当に難しいキャラだ。じゃあルーザーズ行きましょう。渋津さんお願いします。はい、ルーザーズは、今トーナメント表を書いたんですけど、ルーザーズまずグラタン極路さん、それから俺とケンさんです。でそれの勝者同士がやって勝った方が最後つくもくんという感じですね。あと2回勝てばポイントが、そう、あ倍です。そう、1じゃなくて2になるんで結構でかいです。いやいや来いよ。そういうこと言わないでください。さあというわけで、ここからがルーザーズトーナメント、同じく2先でやります。2先でございます。参加費200円なので、ちゃんと200円分遊べます。いいお店ですね。本当か。さあグラタンガロンが画面端で中段から崩して、沖の中継から、さあダッシュの小足で崩していく。ここは暴がして暴れる。ダウンを取って扇風部切り離しからダッシュ、しっかりガード。ここでキック投げ、画面端ずっと取りかごして、ここで暴れがもう一回取る。さあ体力5分からの中足で対空になる、なんていうことでしょう。さあ空対空取って返境機をガードして中段取っていく。まずはグラタンガロンコンプリート勝利で1試合目取っていく。2先でございます。リレー戦難しいらしいっす。難しいっすかガロン側は。まあそれはそうだよ。それはそうだよ。あ振れ幅がね、なるほどね。人によって動きが全然違うってことか。自由度が高い。まあそうね。さあ2試合目中段から、さあタッチ K ですね。あれはアドバンシングガードの、モレのタッチ K なんですが、まあ、テイクダッシュとかああいう低いジャンプを止めやすいんですね。さあ扇風部からゲージを稼ぎつつ触りに行く。おぉ、今のジャンプ中継うまいな。さあ、画面足、固めて、ガード、ガードしてる。しっかりガードして、ここでコパン差し返したが、上りジャンプ中継が強すぎる。さあ、コパンで一生こづいて、ユリフレーム取って、ここで中段で崩して、チェーンモーメント。さあ、アーマーつけて、あー、すげえ、いった。最後は軽投げでフィニッシュ。お見事ですね。グラタンガロンがまず勝利と。次俺とケンさん最初はグーじゃんけん。はいはいはい。次が渋津さんとケンさんですね。窮地の中。あ、そうなんですね、意外。とかまあ当時なんか2先とかあんまりなかったですもんね。ダブルエネミーあった感じがしましたけど。ああ渋津さんね、なんだかんだやっぱ立川ウィルがガロンの国的なところもあるんで、ガロン戦はあの時そのね当時よりはもう桁違いに進化してるはずなんですけれども、まあケンさんもね別にそこら辺のね QB 戦が特段苦手ってことはまあない感じではあるんで、
まあね、でもこうなったら別にケンさんだろうが初めて3日の人だろうが同じですね。中下段は本当に見えない。だから分身の発生保証を利用してダメ技を食う、これ安全解除のね一つのテクニックですね。ガロンのミラージュボディのもうまずいってなった時はとりあえずダウン判定のあるビーストとかサマーとか置いちゃいましょう。しっかり、あーっとさ、あえてしゃがみっぱすかして、しっかり引きずり下ろし、さあしゃがみでこう小突いて最後は裏めくり中段空対空、さすがうまいですね。ここぞという時に持ってきました後半でいいスピスト。すかし追い打ち自動にたく、もう一回さあ一歩目をね取り切った後に一気に爆発させるっていう感じのヴァンパイアセイバーらしいゲームメイクで取っていきましたね。2本目さあケンさんはとりあえず遠距離でまずはローリスクに小突いて、でそれが鬱陶しくなってエイジするでしょっていうところにずらしビスト置いてますね。丁寧なゲームメイク、あーうまい。あ、そうなんですよね。そう、キュウイはしゃがみが低いというか、まあ、ガンがやっぱ本当にチェーンコンボの選択が難しすぎる。足場合が長ければよかったんですけどね。ああしゃがみ中 P 置いて動きを抑制していくわ。 これはホーミーが裏回りになった。中段はしっかりガード、下段がない距離しっかりタッチガードしてます。投げて、おっと、これはミツが帰ってねいい形になりました。相打ち OK、 下段から補正切りはしっかり割り込んで端攻めに持ってって、ケンさんがまたいい感じの2本目に持っていく感じになりましたけど、ダッコ捨てて、ちょっと安かったけれども、まあ、全然 OK、 しっかりダークホースの隙に反撃を入れている。おっと危ない危ない中段中段、送らせゲナに対してダークホースで一旦切り返す。うまい、さあもつれたところを後ろにちゃんと投げてる。引きずり下ろしだ、これは難しいですね判断が。しゃがみ強 P に行くべきか空が返しに行くべきか、どうある。おっとさ、ジャンプ強 P ちょっとね鬱陶しい選択肢ですね。ダメージは低いんですけれども飛び道具なんで、まあ殴ることができないと。ここで対空に対してずらし空中ビスト、上り強 P 刺していくが投げて、もう一回ミスが出るがまた結果ゴーレイ。ずらしは最速技漏れでね、反撃、相打ちになっちゃいました。おっとさあ最後はビーストを斜め斜めを押してきたところにタッシュ P、 さあ1エイジです。これでお互い、まあ、ガロンはとりあえず、まあ、先方はそんな大きく変えることはないという感じで、また遠距離でこういう風に小突きながらペースを握っていく作戦だ。ビスト先端当てて、さあダッシュ攻撃が当たって気が緩んだところに投げ、ダウンとしっかり取って足場で重ね、あ先出し空対空しっかり置いていく。あ先出し空対空とね、まあ、とりあえずの先端空中攻撃と空投げ、そこら辺をね混ぜていきたいよ。さあこれは あれはめちゃめちゃちょっと拾いが難しそうでしたね。よくわかんない当たり方したんだしゃがみ強 P に。 ES 様しっかり、さあ遠距離強 P になったが住宅、最後は低空ビーストしっかりしてます。ケンさん、渋谷さんはケンさんが 2-1 で勝利。はい、じゃあ、グラパンケンですね、もう一回。そう、もうガロンしかいない。
やったけど6人しかいないから当たるんだよ。許してくれよ。さあ、レーザーズの、準決勝、これ勝った方が、ポイント確定ですね。ワンピーが先ほどと同じく、ワンピーツピー同じですね。ワンピーからタンガロン、ツーピーケンガロン。さあ、立ち回りはちょっと静かな感じで、体力リードはわずかにグラタンガロン。さあ、今日ね、みんな集まる時間もそんなに早くなかったんで、のし合いのののしもほとんどやってなかったんですけども、まあ、大会が進んでみんなエンジンかかってきたんじゃないでしょうか。さあ、アドバンシングガードもしっかり出るようになって、そこでビースト突っ込んでいく。ゲージは全部ビーストに回していく。しゃがない体育から、さあ、垂直を置いていたが着地を投げる。ガロンの姿勢が低すぎますね。おっと、小鼻につかりですね。珍しい。さあ、チェーンをしっかり決めて、ダウンジ。さあ、コパンでこづいて、ここでジャンプ台がめくりになってしまう。技を振っているとめくりになるパターンですね。さあ、ESB スを突っ込んでいく。心の隙間。さあ、しかし、しっかりと白ゲージの部分回復できれば、そこまでのダメージにはならない。うわ、すげえ前に歩いた。うわ、バックジャンプ中盤からの空中ミスト、うまいですね。さあ、ここは走り向かって当然投げる。漂流機攻めは、ダークホースで解除。空中ミストはしっかりガードして。さあ、沖の垂直から、当然、ES ビスト繋いで、残り体力わずかまで持っていくが、さあ、白ゲージをちゃんと回復させながら、相手の体力を削りに行く。ES ビスト、相打ち。なんか判定は弱いらしい。さあ、空中 ES ビスト、しっかりと拾う。うまいですね。残り時間6カウントですが、1試合目はグラタンガロンが取っていく。ガロンドキャラちょっとすごいですね。なんかだんだん胃が痛くなってきました。お互いね、通常技やっぱ強いからそこまでくちゃくちゃにできなさそうですね。さあ、1試合目グラタンガロンが取って、2試合目、さあ、空中ビスト引っ掛けて、ここは裏アタック、歩いて前に、裏に歩く。しかし、ケンさんも同じことができるわけだ、これは。さあ、遠距離大キックがスカったので、ワンコンボ決めて、さあ、チェーン繋いで、ビスト。さあ、上り対空からチェーン繋いでダウンを取って、さあ、ここは、おかぶを奪う。お、解除しないで、殴りに行きましたね。殺しきれると判断。下がり対空決めて、さあ、ここでずらしの ES ビスト当たって、ダウン打ち残らないですね。しっかりと体力削り切って、中段からスタート。さあ、しゃがみ中で止めてしまったので、さあ、これはしかしさあ、ダークホースの解除見逃さず、チェーンモーメント決めて勝ったのはグラタン。というわけで、グラタンつくもで、6人しかいないから、さっきやったしか起きないんですよ。これはしょうがない、うん、そう、それはそう。データインプットした、なんかかっこいいこと言ってますよ。さあ、ルーザーズファイナルですね。1P グラタンガロン、 2P がつくもで、ミナスの方ではつくもくんが勝ってる組み合わせですね。さあ、立川三大貴族となったグラタンガロンとつくもレイレイですが、貴族の格としてはつくもくんの方が上です。さあ、チェーン取って、さあ、まずダウンを取っていくのはつくもレイレイ。
体力まだいっぱい残っている。さあ一気に攻めに行く。さあしっかりと上のケアしつつ置き攻め、相手を動かしてから攻めに行く。うまい。さあクーライムが漏れてしまい、さあチェーンテンライ決めて置き攻めはさあグラタンガロンが、さあインプットしたのは負け方をインプットしたんでしょうか。アウトプットはできないさあインプットはしたもののそれをアウトプットしてあの画面に反映させることができない。何のためのそう、まあ2先ですからここから2回取れば決勝進出でございます。さあダッシュの中段を当てつつ画面端だがここで上をかぶされて空中ミストからワンコンボは減る。さあ大足で暴れて、あ大パンなんですけどね、大足じゃなくて大パンです、あれしゃがみ台ですね。さあ切り離しからしっかりとチェーンつないでダメージを取りに行く。うまい。しかしグラタンガロンも取り返す。中足からのイエスビスト。さあお互い残り体力半分ちょうどからだが、ここでテイクラッシュからのチェーン転台置き攻めはガーフあガードコーナー連携でしたね、すいません。というわけで、つくもリネの勝利。はい、じゃあファイナルつくもリネいつもの。やっぱ貴族の格ですよ、ね、あ勝てねえな貴族の格。そうやっぱね、レイレイガロン、やっぱガロンがもうちょいちゃんと真剣に対策しないと全然進展しない気がするなっていうとこですね。では次がこれ決勝戦ですか。そうですね、ギネシンは1回勝てば OK、 つくもさんは1回勝ってリセットをかけてもう1回ですね、2先を。さあ始めていきましょう。あーリネシン、まずはダッシュで触って足、さあタッチシューペリシアのね、タッチシューピータッチキョピーってスキアめちゃめちゃでかいんであんまり使いどころないかなって思いつつも、実は判定は強いんでね、一部の対空とかには使いたりします。さあ近距離強キック、上に長いレールを蹴り上げるがダッシュで触って、しゃがみ強 P 待ち構えてる。さあここはバックダッシュ中継からつないで、さあなかなか攻めがもう早すぎますね。やっぱ例年横幅が広いんでね、どうしてもつながりやすくなっちゃいますね、一部コンボが。ただフェリシア側もね、あのレイレイのジャンプ中 P とかあれ結構対処難しいんで、そういうのを押し付けていく形でゲームイクしたいところ。先端はね空間反撃ないと思うんで、あこうなってしまうと厳しいんですが、空投げ、あずらしてるんですけど、しゃがみ中 P がね最速と遅らせて使い分けてるんで的が絞れない。しっかりエッジして、さあちょっと歩いてから弱中強、細かいしゃがみキョピダッシュ待ち構えてました。まずはチェーンコンボ、先出し9タイク、あ裏回るが、おしっかりジャンプ中ピー置いてある。ヘルキャット送らせて駒投げだが、デルタキックにしっかりエイジから反撃、置いてある天雷波。天雷波のね噴動、空中ヒットだと反撃確定しちゃいますね。待って弱中強テイクラッシュはしゃがみ中ピーで割っている。さあ判断が素晴らしいですね。レイリーがそこはね密度出せないでしょっていうところにしっかりしゃがみ中ピー置いてある。ダンシングラッシュコンボ、後半はダンシングフラッシュの方がねイエスローリングより減ります。チェーンコンボからしっかりエース打ち。というわけで、8月の、ね、ランバート優勝はギネシンでした。おめでとうございます。パチパチパチ。さあ1位がギネシン、2位がつくも
様、3位がグラタンとかいうね、うん、貴族の面汚し。さあ、というわけでね、まあ、こんな感じで、第2土曜日ですね、ウィルでヴァンパイアセイバーの大会、月例大会兼ナンバとやってるんで、よかったらぜひ皆さんも参加、ご参加、ご視聴お待ちしております。あ、そっか、そうですね。じゃあ、ギネシン優勝者コメントよろしいでしょうか。もう優勝すぎてね、話すことがなくなってきたっていう感じなんですけども、宣伝でもいいですよ。何もなかったら南浦も宣伝してください。お盆ってなんか対戦会とかの予定ってあるんですか。いや、知らん。見てくれた方ありがとうございます。今日はお盆ということもあって、まあ人数少なめだったんですけど、また来月以降もやっていくと思うので参加の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、コメントもありがとうございます。あ、配信の方はとりあえず試合が続く間は、はい、やっていただけるそうなんで、まあ、まだの試合台でね、イギネシン東和スクエストが。あ、じゃあイギネシンがいないうちにの試合しちゃいましょう。Wow.
Yes.
Yeah.
Take
Yes.
Yes.
Take
Yes!
Yes.
トロイデン。Yes, I'm gonna go.